はい、今日ねちょっと施設の紹介動画撮ってみたいと思います。はい、このトレッドアスレチックスですね。見えるかな。はい、大体ね、施設の反対側も車いっぱい止まってるんで、まあ本当に50台60台ぐらい止まってますね。アメ車ばっかりですね。うん、しんちゃんとか好きなんじゃないですかね。まあ、さっき従業員の人に聞いたら、従業員だけで50人ぐらいいるそうで、まあ、そのうち30人はパフォーマンスコーチで、はい、で彼が一緒にやってくれてるマークです。 Thank you。 じゃあ入ってみます。はい、入ったらすぐこういう投げる場所が、なんだろう、マウンドが何個だこれ、9個かな、9個あって、でここも壁ぶつけれて、はい、ここ投げてネットに投げてみたいな感じですね。ちょうど今彼はやってますけど、あんな感じです。はい、この間でも投げれるので、まあプライを投げたりメディシンボール投げたりをみんなはしています。はい、でここがまあもうメインというか、ネットを下ろしたらそこでバッティングできたりする感じで、ここ今ガラーンとしてますけど、ここでキャッチボールしたり、走ったりウォーミングアップしたり、ね、からウォーミングアップしてますね。なんか遊びでここでアメフトのボール投げたりいろいろやってますね。でここに荷物を置いてるベンチで、ロッカーです。はい、いつも僕はここにこれですね、これ僕のですね、置いてます。はい、でこっちは結構スタッフエリアなので、あんまり何があるかは分からないですけど、まあこんな感じで、はい、スタッフエリアもいくつかあり、はい、でここが結構ウォーミングアップの道具とかがしっかり置いてある場所ですね。はい、一応バーって日本にあるようなもの、まあ、ドラゴンズにあるようなものもあればないようなものもあり、はい、いろいろここにもラックは1個あります。このベッドでなんか治療をやったりすることもあるみたいですね。結構ここ広くて、ここだけでウォーミングアップしっかりできちゃいます。はい、でこうロッカーがまだあって、でここはまあここもあれだね、アップすることで使いますけども基本は使わないかな。はい、でこっちですね、ここにバンド類が、はい、チューブですかね、いっぱいあって、な多い時はもう 4,5 人並んでここでやりますけど、はい、やっぱりトレッドといったらここですよね、ブルペン。はい、一応3箇所ありますけど、まあ大体投げるのは端の2箇所で、はい、投げてます。でキャッチャーの子もしっかり取ってくれてて、まあ、各レーントラックマンがしっかり入って、見えるかな、あえてスピードが出たりしてます。はい、だからキャッチャーに投げなくても、今これ目の前にある大きいネットを動かして、まあ、近いところで投げたりとか、ここでメディシンボール投げたりする人もいましたね。はい、でこっちがこういう感じトレーニングになっていきます。でね、これ日本あんまないんですけど、この手をかざすとこう水が出てくるんですよ。はい、だから各自ここで水を自分の、ドリンクホルダーに入れて、でしっかり飲みますね。はい、でこれがまあ、ブルペンセッションの、まあ、今日の予定ですよと。見えますかね、僕12時のところに名前あるんですけど、はい、こんな感じで一覧がずらーって出て、今日まあまあ多い方ですかね。はい、でこっちが、まあ、トレーニング系ですよね。本当にラックが何個 ?10 個以上あって、でそうだな、ダンベルもこっちにあって、 Excuse me。 ああそうです。でダンベルがあって、
ダックがあって改ざんマシンあってね、なここにもバランスボールだったりメディシンボールだったり、まあ、いくつもトレーニング系はあって、すみません正直自分じゃ分からないものもたくさんあったりします、はい、ここもありますね。ケトルベルがあったりメディシンボールがあったり、でここら辺の機材僕あんまり一個も触ったことないので分からないですけど、まあね、各自が、もらったメニューとか自分で考えたメニューをしっかりできる環境はすごいですね。でこっちが外に出るとサウナがあって、あの木の部分がサウナで、手前が、コールドタブ水風呂ですね。さっき、入ってきたんですけど水風呂めっちゃ冷たくて、今日7度ぐらいって言ってましたかね。いや1分入るだけで結構限界でした。はい、でこれバンドですね、はい、じゃあウェイト上はこんな感じで次行きます。これさっきバッティングがあったところこんな感じになってるんですよね。はい、ここがバッティングができて、あそこにもマウンドあるの分かりますかね。ここにマウンドあるので、ここでなんだろう、シートバッティング形式実践形式やったりで、このテレビにあのトラックマンついて、トラックマンありますよね、トラックマンの映像があるんで、どの打球がいったか映像で見ながらシートバッティングしたりします。でここもスピードガン、これ真ん中のスピードガンなんですけど、スピードガンの表示出るので、あのトレーニング、メディシンボールのスピード測ったりシートバッティングのスピード測ったりいろいろしてますね。はい、ベリーフィルムストーリーね、ね、こんな感じで座る場所があり、もうここ初めて来たな、はい、ロゴはかっこいいっすね、はい、こっちは何があるのかな、まあ、こっちもダブルペンキャッチャーの子とか、これでキャッチャーのなんだろう、バッターの人が練習しに来たりするみたいなんですよね。だから彼らの荷物置きだと思うんですけど、はい、彼らはブルペンのボール受けてくれたり、バッティングのしたりで、ここで自分で練習したりウェイト場使ったりみたいな、結構いろんなことをしてるみたいです、はい、でこう来たらもうすぐ一周かな、はい、はいビースこれこれ僕のコーチのハンターです、ヤッホーそうだ、最初の方に取ってなかったところ、この投げるところの横にこういう、そうですね、トレーニング機器とかメディシンボール、ここもありますね、メディシンボール、はい、で一番下プライオボールが、はい、いっぱいこんな感じで入ってて、そうですね、ありまして、でここでバイク系ですよね、まあダウンに使う人が多いかな、はい、と思います。はい、こんな感じですね、はい、ちょっと初めてのこういう施設紹介なので、分からなかった分たくさんあったと思うんですけど、もし何かあったらコメント欄とか僕の SNS のコメントで聞いてもらったら、いる間に何とかお答えしたいなと思うので、はい、ぜひよろしくお願いします。ではありがとうございました。